宇宙に生まれた元素たちが作り出した地球。元素たちはさまざまな環境で個性豊かな鉱物に姿を変えます。地球の中の不思議な宝物をお見せしましょう。ミネラルギャラリーへようこそ。金のような輝き。でもこれは金ではありません。オーテッコーという鉱物です。これを掘り出した人の多くが金と間違えるので愚者の金という呼び名があるほどです。英語名はパイライト。ハンマーで叩くと火花が出るという性質があるため火を意味するギリシャ語から名前がつきました。オーテッコーはいろいろな場所に産出し、金属の鉱山でごく普通に見つかります。さまざまな岩石の中にも入っています。この鉱物の組成は鉄と硫黄です。鉄に硫黄が化合するとこのような輝く鉱物になります。火山活動の活発な条件の下で鉄と硫黄が結びつくので、火山国日本ではオーテッコーは多く見られる鉱物です。オーテッコーはきれいに結晶しやすい鉱物です。まるで人が削り出したかのような立方体は自然による素晴らしい造形です。サイコロのような見事な結晶。立方体が組み合わさったものもあります。こちらは五角形の面がくっついたような十二面体の結晶です。オーテッコーの結晶の形は先ほどの立方体とこの五角十二面体が最もよく見られるものです。これはアンモナイトの化石。石灰質の殻がオーテッコーに置き換わっています。着物がそのままの形でオーテッコーになっているのを見ると不思議な気持ちになります。それは地下深くで元素たちが長い時間をかけて動き続けていることを教えてくれます。